これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2-1広島セカンドダウン5、ボールオン相手陣45ヤード。クォーターバック3番パスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクランブル、原因はしかしほとんどなし、サードダウンに変わります。プレーナンバー 2-2 広島相手陣45ヤードからサードダウン5。サーダン4に訂正します。パス不成功。クォーターバック3番フラットゾーンへのパスを投じましたが、これはトライスターズがパスカット、フォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-3 広島フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。ボールオン相手陣44ヤード。このパントショート、トライスターズ陣20ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー 2-4 トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣20ヤード。ナイスラン、ファーストダウン。ランバック33番、モーションからオプションピッチを受け右オープン展開、相手タックル縫うようにかわし大きく前進、ファーストダウン。プレーナンバー 2-5 トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣41ヤード。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック34番、クォーターバック10番のパスをキャッチアンドラン、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー 2-6 トライスターズファーストダウン10、ボールオン相手陣49ヤード。パス不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。
ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。したがって5ヤード抜退し、オフェンスファーストダウン5の攻撃と変わります。プレーナンバー27、トライスターズ相手陣44ヤードからファーストダウン5。クォーターバック10番、ダイブフェイクオプションで自らキープ、約4ヤードゲイン。プレイナンバー2-8、トライスターズ相手陣40ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。10番オプションフェイクのロングパス、このパスを取ったレシーバーそのままエンドゾーンに走り込み、タッチダウン。ターゲット27番、トライサーズ6点獲得。プレーナンバー2-9、トライスターズトライ4ポイント。タッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点します。トライサーズキックによる1点になります。キッカー21番、ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内に始められませんでした。オフェンスは制限時間内に始めなければいけません。5ヤード下がってトライ4ポイントをやり直しです。プレーナンバー2-10、トライスターズトライ4ポイント。キッカー21番、このキックは失敗、6点止まり。トライスターズ6点、広島ホークス2点。プレイナンバー2-11、トライスターズトライキックオフ。先ほど得点を挙げたトライスターズのキックオフで試合再開です。キッカー21番、失礼、キッカー21番です。スクイブキック、広島リターン。29番、広島陣35ヤード付近でボールデッド。ここから広島が攻撃になります。プレーナンバー2-12、広島自陣37ヤードからファーストダウン点。ここでボールをファンブル、ファンブルを抑えたのはトライスターズ、したがって攻守交代、ターンオーバー。
プレイナンバー 2-13 トライスターズファーストダウンテン、ボールオン相手陣35ヤード。ここでホイッスル。広島前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。広島前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-13 トライスターズ相手陣35ヤードからファーストダウンテン。クォーター枠10番パスを投じようとしてスクランブル、ゲインは約1ヤード。プレーナンバー 2-14 トライスターズ相手陣34ヤードからセカンドダウンライン。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜退しセカンドダウンやり直しです。プレーナンバー 2-15 トライスターズ相手陣39ヤードからセカンドダウン14。パス不成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー33番へのパスでしたが、このパスは通らずサードダウンに変わります。プレーナンバー 2-16 トライスターズ相手陣39ヤードからサードダウン14。パス不成功。クォーターバック10番ロングパス、しかしこのパスは広島3番に阻まれパス不成功、フォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-17 トライスターズフォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。
カウンター78番ボールオン相手陣39ヤード。このパントは広島陣15ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー2-18、広島自陣17ヤードからファーストダウン10。ファンブル、ファンブルしたボールを抑えたらタイスターズ、したがって攻守交代です。ターンオーバー。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー2-19、トライスターズ相手陣17ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア21番、しかしこれは広島カバーよく約2ヤードのロス。プレーナンバー2-20、トライスターズ相手陣19ヤードからセカンドダウン12。パス不成功。クォーターバック10番スプリットエンドのパス、ターゲット21番、しかしこれはコントロールミス、サードダウンに変わります。プレーナンバー 2-21、 トライスターズサードダウン12。パス不成功。クォーターバック10番再びパス、ターゲット34番、しかしこれもコントロールミス、フォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-22、 トライスターズフォースダウン12。プレーを選択します。ギャンブル、ボールオンは相手陣19ヤード、攻撃権更新には12ヤードの獲得が必要です。ここでホイッスル、
トライサーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。トライサーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-22 トライサーズフォースダウン12ボールオン相手陣19ヤードプレーを選択します。ギャンブル。パスは成功、しかしファーストダウンには至っておりません。そしてイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。したがって先ほどのプレーは無効、5ヤードオフェンスは前進してフォースダウンやり直しです。プレーナンバー 2-23 トライスターズフォースダウン7。プレーを選択します。ギャンブル。トライサーズファーストダウン、ギャンブル成功。オプションプレーのピッチを受けた21番、右オープン展開し相手タックル縫うように走り抜けファーストダウン獲得です。プレーナンバー 2-24 トライサーズファーストダウン2ゴール、残り2ヤード。中央へのランプレー、キャリア21番、しかしこれは広島アジャスト、1ヤードロス。プレーナンバー 2-25 トライサーズセカンドダウン2ゴール、残り3ヤード。ランニングマック21番、カウントアプションのピッチを受け左オープン展開、相手タックルを振りほどきそのままエンドゾーン駆け込みタッチダウン。トライサーズ6点獲得。プレーナンバー 2-26 トライサーズトライフォーポイント、キックによる1点を狙います。キッカー21番、
キック成功、1点追加。トライスターズ13点、広島ホークス2点。プレーナンバー 2-27 トライスターズキックオフ。先ほど得点を挙げたトライスターズのキックオフで試合再開です。キッカー21番広島リターン、ハーフウェイ付近でボールデッド。プレーナンバー 2-28 広島自陣48ヤードからファーストダウン10。試合時間前半残り2分36秒。パス不成功。クォーターバック3番、プレッシャーを浴びながら右に流れつつパスを投じようとしましたが、パスを投げ捨てました。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー 2-29 広島自陣48ヤードからセカンドダウン10。前半残り時間は2分28秒。パス不成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー8番へのロングパス。しかしこれはオーバースロー、パス不成功でサードダウンに変わります。プレイナンバー 2-30広島自陣48ヤードからサードダウン10。前半残り時間は2分22秒。ここでホイッスル。広島前半2回目のタイムアウトを取りました。広島前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-30 広島自陣48ヤードからサードダウン10。前半残り時間は2分22秒。
ス不成功。クォーターバック3番プレッシャー浴びながら左に流れてスーパス、しかしこのパスは通らずフォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-31 広島フォースダウン10パントフォーメーションを選択します。パンター29番、トライサーズ、これをキャッチしトライサーズ陣25ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー 2-32 トライサーズ自陣25ヤードからファーストダウン10、試合時間前半残り2分、スロットバックモーションからの中央へのランプレー、キャリア33番、しかしゲインはなし、セカンダーに変わります。プレーナンバー 2-33 トライサーズ自陣25ヤードからセカンダウン10、中央へのランプレー、キャリア21番、しかしこれもゲインなくサードに変わります。プレーナンバー 2-34 トライスターズサード運転、前半残り時間まもなく40秒を切ります。クォーターバック10番、自ら中央に持ち込み約5ヤードのゲイン、フォースダウンに変わります。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、広島ホークス2点、トライサーズ13点、トライサーズリードで後半戦に移ります。